本当に今、日本って危機的状況にあるんですよね。だから今、目の前でロシアの、核ミサイルが飛んできてもおかしくない状況なんですよ。核ミサイルが飛んできて目の前でドーンと落ちてもおかしくない状況なんですけれども、誰もそんなこと心配しないんですね。北方領土取り返すところじゃないんだって、まあ、こういう人たちがいるからね、現実を見つめる目が必要なんだって言ってるんです。まず日本の自衛隊というのはですね、北方領土取り返せるだけの軍事力がないんですね。継戦能力を持たないっていうことで、銃弾も17分分しかないんですよ。それでどうやって取り返すんです？無理でしょ、これ。まあ結局ね、現実がわからない人たちがあまりにも多すぎるんですよね。現実をこう見つめきれない人たちですよね。だから平然と、いや、今こそ北方領土にというですね。北方領土どころか、あんた北海道を取られそうになってるのにね。まあだからね、布石っていうのはね、次々撃ってたんですね。だからプーチンがアイヌはね、ロシア人と認定する。もうシナと同じですよね。帰化した日本人がいるんです、シナに。シナに帰化したですね。日本に帰化したんじゃなくて、シナに帰化した日本人の女がいるんですけれども、この女をヤマト族として新たな少数民族として入れてるんですね、シナ中教は。ということは、必ずこれから先ですね、日本を攻め取った後は、そこにシナ中教がヤマト族の自治区を置くっていうことなんですよね。これが現実なんですよ。実は日本って今非常に危険なところにいるんだっていうことですね。この危険な状況について5月7日にね、田母神俊雄さんと対談を行います。まあ、ぜひね、皆さんね、今500人の人が来てるんですけども、対談の方ね、申し込みをされてください。申し込みについては日本第一党の公式サイト、まあ、その他でですね、出しておりますので、桜井本舗というところですね、桜井本舗というところでチケットを販売しております。一般席が3000円だ。で、党員席が2000円。で、S 席ですね、もうこれあと残りわずかだそうですけども、S 席が10席だけ用意してますけども、5万円ということですね。で、この5万円の S 席は、このね、対談が終わった後に、田母神さんを招きましてね、懇親会をやるんですけれども、その席にね、お越しいただいて、まあ、一緒にね、こう対談をし、で、ツーショット写真なんかも撮ってもらおうというですね、そんな感じですね。ぜひですね、この桜井本舗の方をご覧いただいて、田母神対談、そしてその後のね、東京取り替えなはれのチケットをお買い求めいただければと思います。よろしくお願いいたします。